岡山県出身ということもあって、ファジアーノ岡山を応援させていただいてるんですけど、ちょっとホームの開幕戦盛り上げるためにこちらのポスターこのお店に貼らせていただいてもいいですかね。ウエストランドは岡山市の宝冠町商店街の3店舗に今シーズンのファジアーノ岡山のポスターを貼り PR 活動を行いました。元サッカー部という2人は去年の開幕戦からイベントに参加するなどファジアーノを精力的に応援しています。ちょっとね、昨シーズン本当に惜しいところで J1 昇格を悔しかったっすね、逃しちゃったんで、今シーズンこそはっていう思いが我々もそうですし、多分皆さんもあると思いますんで。そうですね、もっとあるんじゃないですか、そのね。そうですね、なんでその強い気持ちを持ってね、我々もちょっとこう盛り上げに一役変えたらなっていう思いですね。我々に続けということでね。偉そうに言うな、絶対に僕らがファジアーノ岡山さんのイベントに出させていただいた試合は全部勝ってますから。そう、まあ、ちなみにね、強く言いたい、今シーズンの開幕戦も行かせていただきますんで、はい、まあ、強豪のね、清水相手ですけど、やってくれるんじゃないかなというふうに信じておりますし、去年の開幕戦は大勝しましたからね、我々がイベント呼んでいただいた時ね。そっから今シーズンも開幕戦勝って勢いでそのまま J1 昇格までいけるんじゃないかなと信じております、やっぱり地元にこう J リーグのクラブがあるっていうのはすごいいいことだと思いますし、だから我々の時なかったですからね、我々が少年時代は、で我々もスタジアム行かせていただきましたけど、すごいいい雰囲気で本当に子供からお年寄りまで皆さん楽しめる。本当そう、ファジアーノのサポーターってね、そうですね、素敵なスタジアムだと思いますんで、足を運べる方は足を運んで応援していただきたいですし、駅から近いのがいいですよね。そうですね、ね、歩いていけるし、新幹線の駅からも近いですから。そうだからアウェーの選手サポーターにも優しい、ね、まあそうですね、本当にすごいいいスタジアムだと思いますんで、いいみんなでこう一緒に盛り上げて、それが何より力になると思いますんで、僕らもそうですし皆さんも力を合わせてなんとかね J1 昇格にしましょう。本当に、はい、行ってくれるんじゃないかなと思ってます。やっぱりね、我々もサッカー部で、まあ大会で高校の時に、まあ、岡山県内の強豪校の作陽高校と対戦して、24点入れられるというね、記録を持ってますから、まあ、学芸館高校がね初優勝ということになってますけど、我々は我々で記録を持ってますから、そうですね、24点入れられてますんでね。サッカーでも、サッカー史上でも結構なかなかない記録ですよね、多分ね。24点入れられて24対1ですからね。そう、1点返したっていうのがすごくないですか。逆にわけわかんないスコアになってますけど、まあそれぐらい僕らもサッカーも一応やってましたから、やっぱりね、ファジアーノを見てファジアーノ岡山入りたいと思ってこうサッカーをする少年少女どんどん増えていくっていうのが一番、岡山のね、このサッカー熱が盛り上がればいいですね。そうですね、それが理想の形なんですかね。サッカーには僕も本当にめちゃくちゃ感謝してますからね。相方とね、奥さん見つけましたから、サッカー部内でね。サッカーで、そうなんですよ、はい、狭い範囲で完結してる人生だなお前は、もちろん岡山全体でねこう盛り上がっていくのもいいんですけど、僕ら津山市っていう、そうなんですよ、北の方の、まあ、さらに言ったら田舎の出身なんで、はい、まあそう思うとちょっとなっていう部分もあったんですけど、今佐野光大選手がいますから、やっぱりもうそこは外せないですね。もう津山出身の選手が活躍してくれてるの、はい、しかも高卒であの活躍ですから、今シーズンはさらに活躍すると思いますし、将来的には日本代表とか狙っていけると思うんで、ね、やっぱひいきしちゃうよね、ちょっと、津山嬉しい、こう本当の地元っていう気持ち で、 そうです、やっぱ佐野選手注目したいですね、はい、今シーズンも。ウエストランドはホーム開幕戦でトークショーなどにも参加する予定です。ファジアーノ岡山の初戦は18日アウェイでジュビロ磐田と対戦します。